はい、どうも皆さんこんにちは、エルです。やっていきましょうかね。ちっちゃいだからな、ちょっと。うわ、まずいまずいまずい。ちょっと、よし、むずいな。うまいうまいうまい、敵うまいんだよな。うわ、これどうする？当たるな、これ。あそこうまく狙えるかな。当たってるね、多分。やったか。当たってないな。やったか。あ、動いてないのかな、もしかしてこれ。ほらー。お、やったやったやった。うまくこれを、この壁を使わないとやられるぞ。受けて、よし、やったぞ。うぅ、取ります。生身で戦車に立ち向かってくるのはなかなかいい度胸じゃないか。よし、オッケーだな。着きました。東方だ。繰り返す。プロフェットは東方で移動中。ルーズベルト道路、イーストセクター、つかめろ。よし。どうだ。ついたんじゃない？アルカトラス。プロフェット、よく聞いてくれ。失敗したよ。助けてほしい。オッケー。昔の彼女から借りているアパートがあるから、そこで落ち合おう。了解。そこから遠くはないぞ。ただ、住所を実験室のデータベースから削除するのを忘れたんだ。やばいな。俺のデスクの端末にしっかり残ってるはずだ。奴がアクセスコードを解除したら、おしまいだぞ。あそこに行ってコンピューターを破壊してくれ。了解した。次はコンピューター破壊しに行くお仕事ね。実験ネズミ。あいつら実験室に。奴らが何か見つける前に何とかしてくれ。ウルドの居場所に関する証拠。サプレッサーをつけようか。戦術オプション使用可能。これつけれないのか、サプレッサー。はあ。いい？ヘリもいる。2人、とりあえず2人、3人、4人。4人だけか。5人。
よし。あ、スナイパーライフル持ってるじゃん。これ使えってことでしょ、もう完全に。バレた。借ります。ここ戻れるかな。よし、呼ばれたし。エネミーダウン。リローディング。どこだ。あそこか。弾がないな、あまり。あまり打ちすぎると。バレた。どっからか。出て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 。なかなかいい動きだ。狙って外す。あ、息止めみたいなのあるんだね。あと一発か。あ、何もでも湧いてくるな、お前ら。無限湧きとかじゃないよね。めっちゃいるし。降りよう、とりあえず。バレる。影が見えるぞ。ふぅ、見失ったぞ。了解、このまま範囲内を探せ。目標が消えた。了解、範囲内を捜索。畜生、やられた。危ない。スナイパーライフル弾まないから帰るぞ。ハンドガンが分かるよ。よしよしよし。サイレンサーつけて。よし。この銃はが変わらんか。どこ行けばいいんだ。こっちか。もうちょっと遠いな。敵はあまり見当たらんか。ちょっと中入ってスナイパーライフルとかなんかちょっと探そうかな。あ、ありそう。あー、弾薬補充があるからさっきのスナイパーライフルをできるだけ持っていきたいな。どこ動いてたっけ、スナイパーライフル。スナイパーライフル取りに帰る。どこだ。こ、もう登れないっぽいな。ここ、登れた。素晴らしい。スナイパーライフル、スナイパーライフル、スナイパーライフル。なくなっちゃった、もしかして。もう一個上だっけ。
しゃあねえな。どっか行っちまったか。ちゃんとしっかり持っとけばいいのかな。まあいい。降りて行こう。戻ろう戻ろう。これ違うよね。特にないもんな。スナイパーライフルっぽい絵はある。ないよね。弾薬は補充してあるから。特にないよな、スナイパーライフル。ないな。よし、戻るか。戻るじゃない。パソコン壊しに行かないといけないから。あ、なんかあった。違うか。やるよ。ほい。よし。ここ登って。上かな。上だねこれ。よし。いや上かこれ。これジャンプ飛びつくの。ここあれさすがに私でも無理だよこれ。あれは危ない。危な危な。グレネードを有効的に使ったよちゃんと。さあさあさあ、ポパッと行きましょう次へね。武器はないね。いい武器はない。あれ銃座じゃない？あ、これいい。いいのあるぞ。うまく使えなかった。これ爆発しそうだけどね。これうまく使えないかな。爆発させられたよ逆に。ででであれあれ、うまくかかってるかかってるかかってる。マキシマム、マキ、あーまあ死にかけたわ。危な。痛い痛い。そういうよし戻ろう。こっちは何か何か弾がある。補充して。リフレックスタイプでいいか。よしこれちょっとお借りしますね。お借りします。で、なんかあ、パソコンぶっ壊しに行くんだったな。上に登るためになんかエレベーターみたいな。これエレベーターじゃないのかな。登れないな。あれ、しまっ、あ、動いた動いた動いた。よし、監視カメラでそっちを確認できたぞ。頼む。そこには敵が3人いる。了解。奴らが何か見つける前に始末しろ。了解だ。慌てて立ち去ったか。クロークモード発動。まあ、俺これ持ってきたから大丈夫大丈夫。
オッケー。モニター操作する？あ、つけたり消したりするだけ？何か壊して、これを動かす必要がある。壊す。ラプトップしよう。あの端末を破壊して脱出するんだ。そっちにヘリが向かっている。行動は迅速にな。了解。どうやって壊すのこれ。あ、こうでいいの。アズールワン、目標は倉庫内の実験室に排除しろ。了解しました。敵が来るぞ。どうする？フロートに切り替える。ヘリが、あれ倒せって、あれ倒せっていいですか。ありえんな、やつら実験室を無茶苦茶にする気だぞ。流れの成果がパーだ。当たらんな。よし、これは違う、これは違う、これもし、あ、これもしたい。 OK、 やったけど、ガンナーはこれでいいのかな。あれ、どこ行けばいいんだ。まだいるじゃん。やばいやばい。やるな。スモークもたかれてるし、どうすればいいんだこれ。どっからか出るみたいじゃないのか。あ、まだヘリ倒ってないのか。ちゃんと当たらん。よし、やったぞ敵を。プロフェット、そこから離れろ。奴らお前を川底に沈める気だぞ。離れろと言われてもね。どうやって出るんだ。パリンって外から割って出るみたいなのないのか。こっちか。ここでしょ。これ戦い続けていいのかな。明らか出ると思うんだけど、どっかにこの辺に出るんじゃないの。離れないと死んでしまうぞ。むちゃ敵降下してくるしさ。6ドローンって思ってたな。やばい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 、これや。どこやヘリ。やばいやばいやばい。あ、あったぞ、あれかヘリ。よし、やったぜ。ズタズタだ。おお、あ、ここから降りろってことかな。ちょっとこっちから、まだ生きてたんだ。外じゃないか。に感謝しよう。いいか、スーツに石座標を送るからな。近くまで来てるぞ。ここにもクレイドルがあるんだ。フライネットにあった年代物だ。やめるときに持ち出したんだよ。実験室のやつほど性能は良くないが、なんとか使える。了解です、行きます。降りようか。
どこだ、こっちか。あ、すいません、スナイパーランがある。これ持っとこう、持っとこう。ハンドガンいらないよ。下っぽいよね、下だな。なんかあるぞ。よし、防波堤の向こうだ。さあ早く。まあそう、せっかすな、急いでるから。この上からあっこう渡る感じだから上だな。今行くぞ、待ってろ。エネルギー低下。敵はいないか。またヘリかよ。よし、敵はいなさそうだね。あ、いた。結構いるな。なかなか硬いな。リロード。はい、バイバイ。よし、到着だ。よし、来たか。エレベーターをそっちに向かわせる。来ねえぞ。お、来た来た。よし、ようやく到着か。丸一日、信じられないことばかり起きやがる。バークレーの部下がアップタウンでこっぴどくやられてる。よそでもクライネットがあちこちでズタズタにされてる。よし、いや、プロフェット、よく来てくれた。プロフェットじゃないけど。待ちながら火が光ったよ。早く入って。プロフェットじゃない。扉はもう一度。墜落現場から持ち帰った例のスーツのシステムをピンボールみたいに光らせ、ウイルス性に違いない。ナノ繊維網と基本構造は同じだ。アームリーブはイカれてるよ。ケブラを扱うノリで応用するなんて。その中だ。クレイドルがある。シマノと同じ型だが出力が質と低い。これ一通りチェックしよう。なんだこれは。俺が寝るのか、ここに。あ、また犬が吠える。そう、あのカラストリックランドだよ。お前も知ってるあいつの娘さ。イカれた話だろ。ハーグリーブの方も何考えてるかわからんしな。大丈夫？各システム使用可能。初期化完了。初期化。デブリにアクセス。ナノプロトコル発動。ちょっとマイク切りますね。犬が吠える。妙だ。待て。プロフェットじゃないな。どういうことだ。誰だお前。アグリーブの差し金か。大丈夫だ。大統領。そうです。プロフェットに授けられたんですよ、スーツを。俺はプロフェットで。プロフェット。発音難しいな。プロフェットじゃなくて、プロフェット。プロフェットに、スーツを、もらっちゃったんです。絶望してるぞ、お前。プロフェット、プロフェット、フェットにアクセスね。
通信途絶。主要システムをバイパス。異常なし。ああ、これ以上は無理だ。落ち着け。筋金入りの特殊部隊上がりじゃないしな。あんたやプロフェットみたいに。プロフェット。俺特殊部隊だからな、もともと。そう、絶望するなよ。プロフェットは死んだんだ。俺は陰謀論にはちょっとうるさいんだよ。これはタコか。くそ。タコ。プロフェットが我々を逃がすはずだったのに。すぐに海兵隊が来る。こうなったらプロフェット、俺に任せろ。等速動物ってわかるか。グールドって言ったっけ。バカな質問だ。グールド知るわけないか。簡単に説明するとだ、我々はイカの化け物にしてやられてるわけだ。イカの化け物。アステカやインカの連中が初めて天然痘を見たとき何を考えたと。つまり胞子を見たんだ。あれがどうなるか。プロフェットは答えが分かったと言っていた。スキャン完了。警告。そんなはずが。未調整ナノルーチンを停止。エイリアン組織のベクター由来な 21%。 そのスーツはな、自己修復する半有機的なナノ繊維でできている。おハーグリーブラッシュ社の特許だ。あのハーグリーブだ。彼が設計者だよ。ハーグリーブ、ジャコブ・ハーグリーブ。プロフェットは元特殊部隊だ。ハーグリーブがスーツの被験者として選別したが、プロフェット勝手に先走った。半分行かれて帰ってきて。それ見えるか。ウイルス的サブルーチンがスーツの真相で実行されている。むずいな。まるで生きたプログラムだよ。なるほど。なんと言えばいいか。自らを書き換えて新たな状況に。これどこ。新しいデータファイルと推測すると、これは胞子に対抗する一種のワクチンのバイオコードだろう。なるほど。おそらくそうだ。治療できるってことか。こいつを解析する必要がある。これ解析してワクチン作れるってことかな。ここじゃこれ以上無理だ。演算能力がまるで足りない。やるならスーパーコンピューターがいるんじゃないか。行こうよそこへ。クソ。ニューヨークで手に入る場所といえばルーズベルトアイランドにあるハーグリーブの研究所。プリズムだけだ。何マイルも町側に離れてる。そこら中にセフがいる状況じゃ行くのは自殺行為。うわっ。クソ。来やがった。任せろ。クソ。まずい。やばいぞ。彼を救う必要がある。撃てないし。いいか。俺は扉を封鎖して非常階段から出る。そこから出て奴らを食い止めてくれ。任せろ。戦術オプション使用可能。入ってくるんだこれ。よし。来るか。やってやるぜ。クローク発動。ドンパチ作戦でいくか。
前らを援護する。あいつは助けなくてはいけない。いるはずだ。ヘリかよ、次はまた。お前これで負けません。落ちてもね。あの数月のマキシマムアーマー、だいぶ食らってんじゃん。マキシマムアーマーあるけど、あやばい、やばいぞ。いいか、アルカトラス、さっきセルの通信を傍受した。奴らはお前をウォール街の指揮所に連れて行くつもりだったらしい。あそこは知ってるんだ。おそらくナノスーツのクレイドルだな。スキャン能力の高いやつだな。 お前のスーツの真相を調べない。守りは固いが、非常脱出用のトンネルが通りの下を走っている。ウォール街の境界へ向かえ。了解。そこからトンネルに侵入できるぞ。屋根伝いに行った方が安全だ。俺は別ルートで行く。後で持ち合おう。了解した。あそこへ入ればいいんだな。はい、というわけでね、動画は一旦これ切りたいと思います。